セバスティアーノ・デル・ピオンボが、ある人文主義者の肖像。一説によると、レオ・アフリカヌスを描いたものであるという。1600年の英語版、アフリカ史、レオ・アフリカヌスの名前で知られる、ハッサン・アル・アッザーンは、全名を、アル・ハッサン・ブン・ム・ハンマドルイコールザイアーティ、アルイコールファース・イ・アル・アッザーンと言い,い、アラブの旅行家、地理学者である。レオは、 ローマ教皇レオ10世から与えられた名でアフリカヌスは通称にあたる。1489年から1495年の間にスペインのナスル朝の首都グラナダのアラブ系イスラーム教徒の家庭に生まれる。1492年のレコンキスタによるグラナダ陥落後、家族とモロッコのフェズに移住し、 おじから教育を受け17歳で伴われて1509年から1513年にかけて損害帝国を訪れた。数年後、再びこの地を訪れエジプトまで旅をした。1518年頃トルコ旅行の木とシチリアのジェルバ島の近くで海賊に捕らえられる。ローマに送られて教皇レを10世に献上され、先霊名として、 ヨハンネスレを与えられて教皇に仕えるようになり、キリスト教に改修した。しかし、教皇の死後はチュニジアに行き、再びイスラム教徒に戻ったと言われるが、晩年は謎が多い。16世紀初めサハラの南を含む北アフリカ全域を旅し、その見聞を、口術筆記による、見聞録、海と陸の旅にまとめた。この本は1550年に、 ベネツィア共和国でイタリア語で出版されて、反響を呼び、後にアフリカ史と解題されて1556年、フランス語とラテン語に翻訳され、1600年には英語に翻訳された。16世紀末までにほぼヨーロッパ全域で読まれるようになり、ヨーロッパにおいて黄金の国マリの風評が広まり、トンブクトゥを黄金教とする伝説が作り出され、 その伝説は19世紀まで存続するほどであった。この全球化によりなる大長、アフリカ史は長い間、ヨーロッパ人がイスラーム世界のアフリカを知るための最も貴重な手がかりであった。ありがとうございます。